お疲れ様です。今回ね、EU とその周辺諸国がウクライナ8兆円支援で合意っていうことになってますね。ウクライナに対して8兆円ってどのぐらいの大きさなのかなってちょっとピンとこないんですけども、確かウクライナの国家予算って年間7兆円ぐらいだったと思うんですよ。つまり今回の支援っていうのはウクライナの国家予算1年分を上回る金額を支援するってことなのかなと思いますね。さらにね、ちょっと考えていきたいのが、ウクライナの人口なんですけども、だいたい5000万人ぐらいだったというふうに記憶してます。5000万人っていうと、単純に日本の人口の半分ですよね。で、日本の国家予算がだいたい100兆円、特別予算とか込みだったらね、500兆円ぐらいになっちゃうんですけども、一般会計予算で100兆円とすると、人口が半分なら50兆円ぐらいね、ウクライナもあって良さそうなもんなんですけども、8兆円なんですよ。で、1人当たり GDP っていうのが確かね、3000円とかじゃなかったかな。ちょっとこれ、もう記憶曖昧なんですけども。だからね、日本を基準に考えると、いろいろとアンバランスなところが見えてくると思いますけども、この8兆円がね、どのぐらいの規模なのかってことは、とりあえずは1年間、国が歳入をしなくても大丈夫よぐらいのものかなっていうところですよね。年収500万の人が500万もらいましたっていうのと同じぐらいのインパクトかなとは思いますね。そのあたりどうなんですよね、他はね。ハンガリーが拒否権を行使して合意できなかったと書いてますね。ウクライナね、確かね、2月の末から3月ぐらい、遅くても4月、そうですね、2月の末から3月の初頭で戦争は終わると思いますけどもね。戦争もカレンダーによって始まり、カレンダーによって終わるみたいですから、なんとも恐ろしいことです。